DM ガスで声が変わっちゃった。パイナップル、ブドウ、リンゴ、ウサインボルト、引退。イケメンにチヤホヤされて男の子に囲まれたい。そのような願望を持っている人は少なからずいるはず。脚本でも気づいている恋愛映画、恋愛ドラマのヒロインとして扱われる美少女になってみたいと思ったことはありませんか？そこに存在するだけで周りの羨望の眼差しを浴び、イケメンに求愛される、お姫様のような扱い。憧れたことのない女性はいないでしょう。ということで、私が今回準備した企画がこちらでございます。これ本物の手錠です。まいちゃん、これピアスにしたいな。私を好いてくれる人なんていないということで、今日はお父さんとお兄ちゃんを使ってまいちゃんハーレム状態になろうという企画でございます。イエーイ、モテ女の時代だよ。みんなアメリカの厳しい試験項目を突破した手帳です。これ鍵なくしちゃったらレスキュー隊の方に取ってもらうしかありません。なんで男の子たちはまいちゃんの色気と可愛さと美しい香りに惹かれないのでしょうか。多分みんな耳と目と鼻が悪いんだね。家族を使ってハーレムになるのってちょっと反則の気がするの。そんなにお父さんのこと好きなわけじゃないし、確かにお兄ちゃんのことはちょっとだけかっこいいと思ったこともちっちゃい時はあるんだよ。でも今になったら気持ち悪くて、そんなこと本当にしたくないんだけど。それではまいちゃん、キリゴータイムだよ。いくよ。病人の体の上乗ってくんなよ。だって忘れてたんだもん、しょうがないじゃん。じゃあおやすみ。おやすみじゃないよ、今からが本番なのよ。とうとう前じゃなくてパパに言ったのね。パソコンプレックスだ。お父さんと子供の頃から寝とったし別にいいやん。パソコンよパソコン。たまには息子と寝たいんじゃん。一緒に降りたいってなるげん、このヤスシのチッチから出てきたわけやし。前ちゃん逆ハーレムになりたいんだよ、だからこの真ん中に入れてよ。あいで中学の同級生でやってこいや。やだ、お前何しとる。前ちゃん男の子の友達に恵まれてない人生だから。誰もいないの、協力して。分かったよ。やった。どうでもいいけど重たい、ニンニク臭い。ほんで俺もシスコ引退する。パパのマジでいい。やだ、お前あっち行け、臭いし。どけばやわ。パパ好きよ。到着。おい、なっとやって。おいおい、信じね、手錠しやがって。これだから当たり前でしょ。だから今からまいちゃんのハーレムになってもらうって何回言った。そうすぎるよこれ。何しとお前。今から私たちはずっとこの状態で過ごしていきます。私たちは3個1だよ。せーの、1、2、3個1。お前どうでもいいって。なんでそんなこと言うの。お前3個1は失礼やろ。これする必要どこにあるの。今から家族3人で24時間手錠で過ごしてもらいます。何のためにこんなことするの。だからまいちゃん逆ハーレムに。痛い、ちょっとマジで痛い。もうちょっと一段階緩めてくれんげ。肌の揺れされないよ。まいちゃんのモテた人生見たことある。ない。家族同士やぞ。家族同士でしか、私は男の子がいないから。父親にモテることがまず男にモテる第一歩だと思っとる。こんな無理やって。そこら辺の家族はこんなことしないよ。だからうちらで新しい日本の家族の形式を変えていこうという。一日中ずっと前は常に両脇に男の子を挟んでおきたい。でも相手がいないから家族で妥協したんです。お前頭いかれとるな。そんなお兄ちゃんに言われたくありません。兄貴とお父さんやぞ。痛いって。この痛みは愛情の印。もうほら赤になっとげんぞ。トリマ始めよ。気持ち悪い。気持ち悪いんだって。娘を気持ち悪いって言うなんて最低な父親ですね。じゃあまず今からお腹空いたから料理作りたい。この状態で3人で料理しよう。ふざけんな。フライパンしとったら一緒にこんなんし動かさんなんて。卵は両生のカンカンって一緒にやるやん。幼稚園か。まいちゃん夏休み最後の日だから、やっぱりここで家族の愛情をもう一度取り戻したい、そう思っているの。とりあえず行きましょう。ヒリゴー。痛い痛い痛い。まいちゃんとずっと繋がってるんだから文句言わないの。もうお前あんま好きじゃなくなったもん最近。最低。密着しとるんからやめろや。では今から料理をしていきたいと思います。チュ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 。3分クッキングの提供でお送りしております。ボールを取ってお父さん。2人同時に来てあげてボール取らないとめんどくせえな。共同作業。それでいいよ、ありがとう。では今日はまいちゃん特製愛情のこもった卵焼きを作っていきたいと思います。卵あるよ。じゃあお前が割って俺このまま手を動かすから。せーの、トントン。パカー。手動かすだれいねんって。俺ベーコン包丁で切るな。あくそ、こっちお前手変に動かすね。俺包丁で手切っちまうから。分かったよ。お父さん塩コショウ取って。一日中こんなことしとったら火くれるぞ。こんな感じでみじん切りにしました。みんな協力が足りんよ。はいはいはい。でも意外と一番辛いの前じゃね。真ん中やし。トイレ行きたくなってきた。トイレ行ってきていい？ダメだよ。今お料理の時間、3人で3分クッキングの時間でしょ。これ3人のいろいろな感情と行動が飛び交って好きなことできんや。一致団結しなきゃいけないんだよ。あー危ない危ない危ない。最近ここで食べないから。これ言わんで。最近これ食べない理由はお母さんと喧嘩してるからです。カットせよお前。いってこな。トイレしたいんで。やだ、でもお兄ちゃんとトイレ一緒に入りたくないよ。でも前もトイレしたくなってきて。
兄ちゃん中小大俺小あーまいちゃん中中って何お小と大どっちも出るってことだよ俺が入るから目の前にまとってこうやってじゃあずらすなあらよっとあーわかんない的外れたねそこちゃんが拭いといてよあーすっきりした俺らが履いた状態でしていいの違うよじゃあパパは目隠しお願いします痛い痛い痛い手が痛い俺ほんといけるわお前どさくさに紛れて覗くなよあら引退だよ痛いよぶち殺すからねちょっと全体気味なのえだから引退だって言ったよあはいじゃあこれパパ流して嫌 やってだって自分で流せないもん熱くせニンニクせお前昨日何食ったよ昨日ニンニク丸ごと食べましたギリギリトイレはできた全然できるよお前ちゃん今からお風呂入りたいのみんな協力してね3人で風呂入るってことそういうことでござるだけどみんなはまいちゃんの裸を見ないようにしてくださいねそれ必然的に3人で入ったら見てしまうやんけこんだけしか距離ねえのにどうやって入るの常に 30cm 以内におれんぞ 30cm におってもまいちゃんがじゃあちゃんと目隠ししてあげるからそのままでおってあんたはでもそれでも外そうとするからダメねわかるかなそんなしょうがねえやろシスターコンプレックス代表ねんからちょこの階段降りるのにも一苦労やんけおい危ねえってもう頭悪いんじゃねえ一緒に3人も乗るともうバッサカ様やでも安全を考慮しているので絶対真似しないでねあんま先に進むな一気に先進むなゆっくりと行きなさい安全に今日一日終えたいんや俺はさらにどっか体脱臼したらどうするんや今からジャンプしたら勝手に着替えられていますせーのなんでお前着替えてないねんだよ俺風呂入りたくないんだよそんな俺だって入りたいけどビンタされていつも通り終わりや痛い痛いまだ一人で入りたいお前じゃないってどうかけお前いや手錠しとったら強制的に入っちまうやんやだでもどう入んのお前2つ手下がっとくから顔もやこれ手錠繋がってっからさ頭も体も洗えんやんとりあえずじゃあ水に慣らすだけにするわえでででででででねえ覗いてもういけやだ見んどいで見えるわこっからちょっとそれでは外にやってきました今からまいちゃんたちとデートですトイレもお風呂も行って私は逆ハーレムを満喫しています町内の人にこの様子見られたらどうするん私たち仲がいい3人兄弟なんですっていうすごい冷酷な目で見られるぞ温かい目で見られるんですあいたでしょ大丈夫かお兄ちゃん角ガーン当たった言ってん鉄やしお前なんかもっとみんな楽しく行こうよなんか楽しい顔ばっかりしないでさもっとまいちゃんのことさあいくぞ痛いちょっと無理やこれが手錠生活ねんからいやあ量こっち回ってやレディファーストレディファースト俺絶対前進したいもんねえ腕ちぎれるポールさんどう思いますかこの男たち最低じゃないですかだから嫁にも逃げられるし彼女もできねえんだよバーカポールトゲマコラマイちゃんの目の前の視界に入るのではない男として早くこっち側に回って優しくしてくれんからこんなことになるげんてはい回れあ回ってくれるんだね優しいね少年の笑いもんだ誰が運転するかやろそんなお兄ちゃんに決まってるでしょ手錠した状態で運転しろっていうの右手で運転すればいいんか俺がでもこれ繋がっとるから誰かが動いたら運転乱れるかもしれんやまゆとりあえず後部座席に乗ってお尻をもうちょっと前に出していつもよりまず親父が助手席行けんっつうのうわきおおいい感じいい感じおいて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 おいけたぞなんとか腕づくで後ろ行けおおいて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 完璧な作戦ということで今から公園デートしていきたいと思います今現在家の敷地内なので安全を考慮して撮影しています真似しないでねこんなもん手錠しながらしたら炎上するんですよお前何炎上するの敷地内で敷地内ってみんな皆すか分からんがいエンターテインメントで皆さんみんな知ってますかそれでは運転レッツがスタート地獄の砂渡り場所に行きました見てくださいこれ私たち家族なら愛情が深いからこんなところさらさら登れるよ年いっとんのに俺腰痛いのにこんなもんひっくり返ったらどうする一歩間違えたらぎっくりやよおっといったぞお父さんがお頑張ってる頑張ってるいやバカバカをいらすなお前いって言うとくぞ一人倒れたらもう全員倒れれんぞこのまま前進したら3人とも離れ離れになるので俺はここをまたがないといけないでも難しいよろーじまーあ、バカバカバカあ、取れたカメラ持ってるしできるそうなんだあー、バカバカ久しぶりにこういう経験ができてまいちゃんも肥満解消になったと思います3人で飛び降りるぞはっはっ行け行け行け俺上やないよお前ふざけんなお前たら降りてほらお、通りだ逆ハーレムの散歩は楽しいねそうするルル1ヶ月後ぐらいうわ、すげえでっかい犬ごめんなさい、ちょっと手錠生活してて今なんで手錠してんのこの子の名前はキャンディおじいしてきたほらごめんね3人とも手錠しとって頭おかしい家族でここに地獄の足つぼマッサージがあります全部石と鉄でできていてすごい激痛ですいったいたたたたたたいった待って本当に痛い本当に痛い本当に痛いいったいということで今現在ジムにやってきましたまいちゃんの夏休みの間すごく遊びすぎて食べすぎて太っちゃったので今からちょっと脂肪を消化していきたいと思いますということでレッツラゴーランニングマシンでこの状態でお前が転んだら俺らも道連れやんやばい頑張れお前が転んだら俺らもおしまいやどうやら気持ちはやばいマジで最近運動しなかったからマジきついやばい頭痛くなってくるやばい待って待ってもう無理行けじゃあお兄ちゃんも走ってね今
今から走ってやるよ、俺が見せてやる。これでも高校の時は陸上部で 1500m の選手を切ってた。ということでマクドナルドで私たちはご飯を食べます。今ドライブスルー行ったらマックの店員の来るのおっさんにあたおかって言われたよ俺。じゃあご飯食べましょうか。これ相当だるくない？だってさ、一人が左手使ったら右手使いにいいよ。僕月見チーズで最初の一口いただきます。おいしい。かじったところでごめんね、月見ですよ。ほらチーズがトロトロ。ねえお兄ちゃんが左手動かすから食べれないよ。知らんがな、そんなもん自分で頑張れ。はい、まゆちゃんポテト食べんな。食べたい。はい、置いていいか。おいしい。本当は同級生の男の子に囲まれたい。まゆご飯食べたいのにお前らのせいで全然食べれないよ。俺が食べ終わってからだから。そうなん、まだまだよ。手錠で食いにくいねんてこれ。はい、それでは今日はお母さんが仕事なので3人でお買い物行きました。観葉植物が好きなので観葉植物を買って帰りたいと思います。なんでこの3人で台引いて買い物しんないんやと。手錠つけて店員さんとか普通の一般人に見られるからどう思うやん。買い物中に終わりや。頭おかしいと思われるでしょ。まいちゃんは正常なのにこの2人のせいで頭がおかしいと思われちゃう。なんで企画提案者お前ら、お前が頭おかしいんです。ごめんね、まいちゃん岩が欲しいな。この上で野菜切るんやん、こうやって痛いって思って。ごめんね。俺ら脱獄した囚人に見られるんじゃない。マジスコフィールドです。チチチチチ。あ、セオドアバックエルだ。ブーこんな、ちょおい台車置いてくる、台車置いてくる。明日朝ごはん何食べたい。お兄ちゃんの髪の毛食べたい。お前病気だね。うん、汚い。なんだお前、だらねえか。公共の場所でも僕はこうやって愛を示すのです。一人は三人のために、三人は一人のために動け。そう死んだら買い物は終わらん。じゃあ帰って寮のベッドで寝ましょう。それじゃあ三人一晩寝るよ。外せよこれ、このまま寝るわ。こんなんで寝れるわけないやろ。親父俺と一緒変わりゃ。これやったら前寝返りも何もできんや。痛い。でも寝返りできんくていいんじゃない。このままやったら落ちんやん。ってことでこのまま寝よう。おやすみ。手しびれるよ多分クロスにしとったら。痛い。でもあんた落ちるよりいいやろ。あんた落ちたらまた怒るやろ。いいやんバカ野郎。もう静かにしよう一回。あんたらさっきからうるさいねん。そらお前のせいやるや。君らは逆ハーレムには向いてない。そのも家族に使う時点でおかしいわ。もう汚い唾飛んだ。 MMT まいちゃんマジ天使。それでは皆さんも夏休み最後の日は家族とこうやって手錠をつけて生活してみてはいかがでしょうか。ということで終わりの手錠ピーナッチ。儚い壁にぶつかっても何度でも立ち上がる。栄光の先に希望の光満ち溢れてるはず。拍手。いやいや、もう今から宿題しやだ。俺と二人の時間を過ごそう。やだ、反省のこれ。ちなみに会議は隠しました。お前と繋がるくらいやったら死んだ方がマシ。やだ、前がトイレしたいってか。俺がトイレするもん。早くして。あ、おい、しっここぼれた。